横浜市震災記念館は、かつて神奈川県横浜市西区にあった市立博物館。1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓を後世に伝えるため、震災翌年の1924年に開館した。二度の移転を経て、後年は横浜市市民博物館に開組されたが、太平洋戦争の悪化により1945年に、 廃止された。横浜市震災記念館1923年9月20日、当時の横浜市教育課長の中川直明は、関東大震災の教訓を後世にも伝えるには、実物を用いて直感的に展示することが有効と、考え、震災記念館の建設を発案した。1924年6月15日、横浜市、同年8月15日に竣工 震災1周年の9月1日に震災記念館と命名され開館した。開館間もなく、市議会は横浜小学校跡地をキーと検査所用地として、農商務省に売却することを決定し、同省からの移転保証金8300円をもって、花崎町のガス局跡地の本町小学校予定地に移転することとなり、 横浜地区公春光祝賀会に合わせて1925年3月28日に仮館を開館した。当初は小学校の付属施設としての仮設の建物であったが、同年には市の事業として予算化され、大松町の横浜市図書館別館として建設が決定した。1926年に新館建設が着工し、小学校建設に支障するため、 カリカンは1927年に休館した。1928年8月1日に新館が開館した。1942年頃から金属類、回収令により展示品のうち金属類を失い、同年4月15日より一時休館した。同年9月1日に横浜市市民博物館に開装して再開館したが、1944年11月。 第二次世界大戦終結後も博物館として再開館することはなく、博物館の建物には、横浜市立大学経済研究所、野毛山動物園事務所、横浜市市編纂室が入居し、1964年7月1日からは、結婚式場の追松会館に改められ、1991年まで使われた。その後、追松会館は移転し、 建物は解体されて、跡地は1994年に開館した横浜市、中央図書館の駐車場になっている。1928年8月1日の新館開館から8月9日までは入館無料であったが、以降大人2銭、子供1銭の入館料が定められ、1929年7月9日には大人5銭、子供2銭と改定された。 学校団体等は無料とされた。4月23日は復興記念日とされ、愛知の花を持参した来館者は入館無料となった。震災当時の様子を伝える館内のジオラマ展示郷土資料の部、震災の部、復興の部、市政資料の部の4部構成であった。震災記念日の9月1日には特別展示や記録映画の上映が行われた。 開港の歴史や、石鹸製造、キート輸出、活字新聞などの創始、文化年表、人口や地域の変遷に関する展示があった。震災の被害や救護の状況を写真、図表、ジオラマなどで展示した。震災直後と復興後の比較写真、都市計画の図表、横浜公園などの復興事業の模型展示などが行われた。ありがとうございます。